まあ所沢のタイソンっていう、ねまああの喧嘩が 2000, 2000戦だか3000戦無敗っていうね、えー、人がねあのいるんですけどその方のマネージャーが所沢のタイソンからお金を盗まれたり、まあ、ひどい目に遭ったみたいな告発をしました。でそれがねね少しだけ、ね 珍しく話題になってるんですけど、まあ、基本的に、えー、と皆さん、えー、騙されないでください、えー、あれに騙されてる人は、えー、正直バカです、はい、はっきり言っってきますよはっきり言うんですけど、えー、最近、えー、僕はですよこれ聞いたわけじゃないですけど僕の予測ですけども最近 <laughs> 再生数が落ちて飽きられてしまった所沢のタイソン君が、えー、自分の人気を少しでも回復するためにやってる炎上商法です。ここれれ断言しますこれ何でかっていうと まあ、動画見てもらえればわかるんですけど、まあ、マネージャーさんがね所沢のタイソンのなんか金銭事情とかいろんなことを暴露して私も辞めますみたいな動画を所沢のタイソンのチャンネルで出してるんですよ、はい、もうそれがまず意味わかんないじゃないですか、まあ、そこはまだいいとしましょうで次に、まあ、今日ね、ねのタイソン君のインスタグラムがね,ね,スムがねリスナーさんから送られてきた,ってきたんですけどあのマネージャー、ありえねえと。<laughs> ね、今度僕もこの件で動画出しますって言ってるんですよえ僕その瞬間ファッてなってどこのチャンネルで出すのって感じじゃないですよでもしこれ、まあ、当然多分自分のチャンネルで出すなと思うんですけど、えー、も,そもし自分のチャンネルで出したら100%ただの子供じみた炎上商法でなんでかっていうと YouTube に投稿ができるってことはえ動画を消すこともできるんですよね 動画を消すすこともでできるんですよでそもそもマイネージャーが本当にやめたんだったら動画投稿する権限を普通外すんですよ、うん、だかからおかしいんですよ自分のチャンネル内でマネージャーとタイソン君が、えー、別々の動画を出し合って言い合うって、こんなの誰も YouTuber でやってる人いないし、もう明らかにシステム上おかしいんですよ、それが本当だったらねフェイクだったら別ですよ、リアルだったらあのおかしいんですよ、もう成り立たないんですよ。なんで100僕は炎上情報 の類のまあ、おままごとかなと思ってます。はいまこういうのにね。騙されちゃう人多いんですよね。なんか本当本物を見極める力と偽物を見極める力って本当に必要だと思っていて、まやっぱ今 it リテラシーやっぱ高まってきたっていう家とみんな低いんでね。低い人が多いんで、まあ、こういうのに騙されちゃいかんですね。行かない。こういうのに騙,騙されたら行きます。駄目ですよ。っていうことです。